にちはみなみです。はい、今日は2021年 TikTok いいね数ランキングトップ10。イエーイ。もうやるんですけど、私はまだトップ10わかりません。はい、ママが集計してくれたので今日は予想しながらやっていきたいなと思います。はい、それではスタート。それではママ集計いたしました。はい、1年を振り返って毎日投稿どうもお疲れ様でございます。はい、そして、ファンの皆様、毎日投稿のポチポチっといいねどうもありがとうございます。ちょっと最近ねバグか何か分かりませんが、うんうん、フォロー中に出なくなってしまって、うん、なんかママは1週間前のやつは出てきてた。でもなんか最新のやつは出なくなっちゃって、ちょっと最近出ないんですけど、うん、わざわざなんていうの、トップページまで、うん、見に来てくれて出てるかなってチェックして、ハートをしてくれる方本当にどうもありがとうございます。じゃあやっていきましょうか。はい、ですね、まあ、急に365個の中からどれって言っても、まあまあまあ、あれとあれはあれみたいなのはきっとあるんだろうけど、なかなかわからないと思うので、うんうん、ヒントの表を作りました。それが、まあ、順位と投稿した日付と、うん、いいね数を表にしました。それがこちらです。なんとすべて10万いいね。はい、ありがとうございます。はい、ということで私は予想していくんですけど、まずじゃあ10位からいきましょうか。みんなも、あ、じゃあみんなも一緒に Let's see。あ、今日は帽子かぶらせてもらいました。はい、なんだかちょっとヘアスタイルがちょっと気に食わなかった隠しました。気に食わなかった。はい、はい、じゃあ早速やっていきましょう。まず10位、11月6日投稿、いいね数139,500。え、11月6日だから割と最近。どこで撮ってる、撮ってる場所、うん、言っちゃう、言っちゃう言っちゃう、そしたらわかる、絶対わかる、絶対わかる、絶対わかる。家の庭。11月6日はで、その振りをしてくださいよ。振りって振り、これと一緒ね。わかるんでしょ、歌いながらって、せーの、端的に言うとね、君の全部が愛おしいっていうやつが、うん、確か流行り出した頃でおすすめに乗ったかどうかぐらいだった気がして、うん、確かね100は超えてたんだよ。なるほど。で11月の初めだった気がするんだよね。それでは正解にいきます。だと思った。こちらでした。それぐらいしか思いつかないの。はい、見事みなみさん大正解でした。ありがとうございます。はい、よくわかったね。え、なんかこの数字、はい、139.5K、 はい、なんとなく見覚えが。はい、それではお次、お次でございます。次マジわかんない。9月4日投稿、いいね数142,000。まず日付を考えたらちょっとわかるんじゃないかなって思います。9月なんて思ってないよ。9月4日だよ。9月4日ね。一大イベントでも言っとでも言ってもいいかもしれない。ねえねえの誕生日の1ヶ月、うん、分かった、思い出した思い出した。でも、はい、どの動画かわかんない。9月4日は何か思い出したんですか。うん、関西コレクションでした。はい、待って一回待って、あ、わかりました。3人が2つあると思うんだよ。3人が2つ、はあはあはあ、そのどっちかの3人、ゆなちゃんとさあ、はい、ちゃんの、うん、虹色の戦争を踊っている。はい、それでは正解がこちらです。うっしゃー、来たー懐かしい。はーい、大正解。何ヶ月前こちらなので、3ヶ月前はい、ということでこちらは、まあ、当たってる。はい、久々だったもんね。うん、めっちゃ久々。はい、次第8位です。5月9日投稿、143,300。わ
分かるわけがないじゃないの。5月9日でしょ。悟空の日何してたグッドバイすぎる毎日じゃない。そちらでいきますか。え、マジで勘だよこれだけは。5月なんて覚えてるわけがないじゃん。じゃあそれでファイナルアンサーでいいですか。はい、わかりました。はい、じゃあみなみさんのファイナルアンサー、こちらのダンスの振りの、それでは正解はこちらです。こちら一人だったんですが、ある方とコラボしてるんですよ。虫です。はい、そうなんです。虫とコラボしました、はい、第8位がこちらでした。第、じゃあ7位いきましょうか、はい、8月17日投稿、はい、いいね数143,900でございます、はい、私の誕生日の2日前ですね。そうですね。マジもう当たる気がしない。夏休みということは、え、マジでわかんない。じゃあいいよ、当てずっぽでいいよ。全然もうだって連続3問当ててるから。ヒントちょうだい。ヒント、うん、何色の服着てるかで分かる。まあ半袖ですよね。白い服。え、白い服。あ、まあまあ白っぽいですね。焚き火キムラ、それがどういうやつか分かんない、やってみて。お願い、見たんですね。しちゃって、っていう耳の回答です。え、待って待って待って、え、分かんないよ、ちょっと当てずっぽなんで。8月17日投稿、こちらです。これは伸びたの知ってる。当たり、やばくない？4連続で。やばいやばい、やらせだと思われちゃう。本当だよ、やばいやばい、やらせだと思われちゃう。でもこれ本当に真面目に私、え、やば、みなみさんに本当に日付といいね数しか送ってないので。やばい。はい、ではお次行きましょう。やばい、どこ行っちゃった。第6位、9月24日投稿、いいね数 146.2K。 ノーヒントでしょこんな。じゃあ何が一番のヒント、あなたの中で。服服の色、黒。いや、わかんない。黒着てるもん。だから言ってる。どこにいるか言ったらバレちゃう。ネイルの部屋。ネイルの部屋、うん。もうこれ以上ヒント言ったら当てられちゃうからつまんないから。あ、あっちか。どっちだ。わかった。はい。そんな、なんて言う、なんて言う気がする。いや、わかんない。わかんないです。わかんない、はい。やっときた。いや、わかんない、これは。では、正解に行きましょう。第6位。9月24日投稿でございます。これだと思ったけど、これ9月24日。はい、こちらのさあちゃんの振り付けの続きを、はい、だから絶対覚えてるって言ったんですよ。え、それだと思ったの。思った、ひらめいたけど、うん、やめた、はい、という結果でございました。初めて不正解、イエーイ、ママ楽しい。次、はい、第5位。5位、9月6日投稿、 146.3K です。は顔よ顔よ。9月6日っていうことはカンコレの2日後、はい、そうですね、なんですよ、はい、横横で出してるから縦だと思うんですよ。なるほど、わかるよ。わかる、これはいいよ、じゃあ分かっちゃって当てていい。うん、いいよ。さっきも9月4日の時に迷ってたやつ、はい、さっきこうやってやってたじゃん。わかんない、やってた、うん、で、うん、伸びたやつも知ってんの、この動画が、うん、だからこれで。それどういう歌なの。後ろの正面、おーっていうやつ。けど鬼につやり直し、ランちゃんの振り付けで踊ったんですけど、あの可愛い韓国の方、昨日も夜見てた。
あ、そうなんだ。はい、ということで、じゃあ第5位の発表でございます。これは自信があります。自信ある。だってそれはカンコレの日に撮ったけど、うん、出さないでおいて、うん、後日出した。おお。それでは9月6日投稿の第5位こちらです。はい、大正解でございます。ランちゃんのね、はい、振り付けのどっか駅かどっかで撮ったのかな。そうです。はい、ということでした。同じ帽子かぶっておりますね。確かに。まあこれは大正解、おめでとうございます。日付がね、いいね。でもね、次全く分かりませんお次第4位です。8月5日投稿、はい、148.0K。はい、4日がねねの誕生日で、はい、次の日なんですけど、はい、私の方では確かあのこういうのつけて横で撮ったから次は縦のはずなんですよ。ほうほうほう。縦のはずなんですけど、うん、何を撮ったか全く分かりません何色の服黒もうさ面白い。場所、場所はちょっと言えない。それ言ったらもう正解のようなもんだから。分かんない、分かんない。じゃあさすがに記憶がない。パス。はい、4ヶ月前でしょ。そうですね、記憶がありません。さあでは第4位、8月5日投稿、こちらでございます。それはバレるわ、場所言ったら。はい、こちら早朝にお友達とお散歩行った時ですね。なるほどね6時起きとかして行ったやつです、はい、もはや誰、もはや誰っていう。え、それいつかあったんだ。マジで分かんなかった。はい、なるほど。という結果です。これは分かんない。はい、じゃあ次3位。第3位ですね。6月5日投稿、166.2K。 6月5日なんて何してた。これはマジで記憶ない。何ヶ月前で。6ヶ月前、半年前だぞ誰にキレてるのよ縦か横かでいいの、うん、ヒント。いや、服。え、トップスの話。トップス、うん、白は。トップスじゃないとこも映ってるってことかママバカだな。とはだけどわからない。場所、家だよ。家のどこだよ家のどこで。家の庭。またわかりませんね。わかりません。じゃあ次のヒントね。きっと撮影を。あ、わかりましたなんで。わかりました。ねえねと、はい、だっただだっただファイナルアンサー。はい、という南さんの答えでございます。じゃあ行きますよ、はい、第3位は。せさげもっそりこぶちょがけこぼりこじこりよさえる。はい、すごくない。はい、こちらでした。6月なんだ。大正解、素晴らしい。ママのヒントが的確すぎる、うん、そうだよちょっともうちょっとなんかややこしいヒントをあげればよかった。まあ、あと2問あるんで、はい、でももうこの2問は簡単なんじゃないのって思って。え、無理無理無理、待って待って。第2位、3月26日投稿、はい、174.8K。 髪切った時だ。え、でもわかんない。2年ぶりのショートカットをまずにあなたのため。そっち見て歌ってあげて2年ぶりのショートカット、そちらでいいですか。でもそれが3月26日もわからない。いや、じゃあそれでいきます。第2位、こちらです。うわっ大正解もうロングのロングからボブ手前ミディアムぐらいまでバッサリいった時ですね。大正解。じゃあラスト第1位。あの、もう分かります。これ、これ分かる。あ、だってズバ抜けてるもん。しかも、はい、この間見ました。あ、本当ですか。あとストーリーのメンションでたくさんみんなが 200K おめでとうって。へえ。11月15日投稿の 206.7K、はいはい、第1位ですね。ダントツでしたね、こちら。ルイカとイカゲームを踊ってるよ、はい、だと思います。はい、
さりここは出ましたね。ではそれ以外わかんないよ。正解発表いきます。こちらです。ということで大正解。これはね、なんかすごく伸びました。すごいですね。第1位ルイカさんとのめっちゃ緩く撮ったやつなんですけど、でもこの撮影後のね、そうエレクトリックエンジン踊った後にまた踊りました、うんうん、これねすごい映えててね、ママもすごい好き。ちょっと見よう。一応今日現在の集計でこちらでした、はい、いや難かったわこれ。はい、とっても楽しかったです。皆さんいかがでしたか。何問当てられました。でも多分イカゲームはみんな分かったんじゃないかなって思います。なるほど。結構ミミのその予想が当たってて、うん、まあさすがにこういろいろこだわりも持ちつつ出してるから、うん、あさすがだなとちょっと思いました。さすがに分かります。あとたまに自分の TikTok に返すんですけど、うんうんうん、それであこんなに伸びたんだこれとかいう印象的なのもあったから、うんうん、分かりました。なるほど、おめでとうございます。皆さんありがとうございます、はい、ありがとうございます。8問正解、2問不正解。あ、そうかもしれない、うん、やば。はい、ということで南さんの2021年 TikTok いいね数ランキングトップ10でした。あの私武士道入ってると思ったんですよ。私も思った思った、すごい。っていうかもうママ的にはそれトップ1だったのよ。あ、そうなの。もう私はあれが好きすぎて、ママはすごい言ってたよね。でも今見たらめっちゃカッコつけててキモいなって思うね。いやでもこれはカッコつけていいやつだと思う。カッコついてないと思うんですよ自分で見たら。なんかでもみんなカッコいいカッコいいって言ってくれたから。いやもう変身の時のこれ夜中に思いついて、うん、夜中ベッドから降りて撮ったんですよ。はい、ということで他にもねたくさん 100K 超えてるものが、うんうん、ありました。よかったら毎日見に来てください。はい、はい、というわけで皆さん2021年 TikTok ありがとうございました。ただ2022年もねたくさん投稿していくのでぜひ見てください。はい、またね毎日投稿するの。するよ。私の趣味 TikTok。 ぜひ皆さんチェックお願いいたします。みんな何問正解できましたか。3? 全問正解いたらコメントよろしくお願いします。じゃあ最後見てくれてありがとうございました。それではバイバーイ。